ここまで来ればもう大丈夫です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌地さん。お嬢さん、はあ、やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、新之丞お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。もう隠す必要はありません。私のいつ